早めです。今日は青森県三戸郡の五戸町というところですね。チューリップ園、まさこのチューリップ園というところで、個人が、やっているチューリップ園がね、非常に立派で規模も大きくなって7000平米ぐらいになってね、一般公開をされているというようなことなので、ちょっと来てみたというような感じですね。駐車場も一応完備されているような感じで、あ、お手洗いも設置されていますね。でこの先が、あ、こちらが園の入り口になりますね。あ、これはすごい見事ですね。違うからツツジじゃないかもしれないけど、ちょっとツツジに似た感じのやつですね。あそこに黒いチューリップかなもありますね。確か漫画シティハンターの世界のところには黒いチューリップではないってことになってましたけどね。黒ではないか。
があるな。けどまあおもちゃの多分遊園地とかに昔あったデパートの屋上のね、ああいうのやつだな多分。これはチューリップの苗だろうか。で、ああだからまだ何もやってないのかな。なんかこの後いろいろやるのかもしれないですね。してきましたけど、ちょっと圧巻でしたね。これは個人でやってるとは思えない、そんな規模ですね。奥の方ではね、まだまだ空いてる畑の部分があって、どんどんまだ増やしていくんでしょうね。ということでね、いい景色が見れました、ゴールデンウィーク中ですけどもね、ちょうど今見頃になっております。また来たいと思いますね。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。